さあ、始めてください。さあ、こんにちは、岡デザインです。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。なんかね、岡さんが変な顔が変だからか、なんか合わないな。バカになってるのはあなたじゃないですか。今日は何ですか。今日はですね、何ですか。何ですか。何ですか。今日の動画は何ですか。何ですか。なんかやっぱグラさんおかしいな。何でだ。さあ今日はですね、さあ今日の動画はどういう、ど、何ですか。話が進まないじゃないですか。いつものことですけど。何ですか。私が言っていいんですか。いいですよ、言ってください。4月24日で、はい、オタデザイン1周年になります。そうなんですか。らしいんですよ。え、誰が言ってた。風の噂で。風の噂ですか。今日風強いですからね。そう、バーッと入ってきた。バーッと入ってきましたか。そうっすか、1年ですか。まだ違うかもしれない。合ってますね。合ってますね。そうですね、4月の24で1周年になるわけですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。1周年ね、長かった。いろいろありましたね。いろいろありました。いろいろあったんですけどね。長かったようで、短かったようで、長かったようで、短かったようで、まあ、気にならないのでこの辺にしておきます。はい、まあ、本当いろいろありました。オープンしてすぐにね、緊急事態宣言出て、イベントもね、いろいろ出店する予定だったんですけど、軒並み中止。困ったね、すごく。予定が狂って、予定が狂ってすごく困った。で、やっぱその宣伝をイベントにかけてたっていう部分があって、まあ、なかなか宣伝ができなかった。でも、まあ、なんだかんだ持ちこたえ、秋ぐらいか、10月、11月ぐらい、まあ、ポンポンポンとこうテレビ取材が立て続けにありましたね。さあ今年はどうなるかなっていうところなんですけど、まあここはね、さやさんの頑張り次第じゃないですか。もう俺は頑張りたくない。いやもう頑張りたくない。腰痛いもんだって。腰痛い。あのこの間くしゃみしたらね、ビリビリってなったんですよ。年ですね。もうたかがくしゃみです。おじさんがコマーシャルやってるじゃないですか。うーってやつ、あれですよ。まあ、とにかくあのうさんくさい外人さんの CM ですね。消されるわ。何が。関係者。ああ、やばいね。やばい。素晴らしい CM だと思います。はい、手のひら返した。すぐ返した。1周年記念ということで、皆様からよくある質問にお答えしたいと思います。急ですよ。思い立ったらすぐですよ。はい、質問コーナーですね。めちゃめちゃいろんなこと聞かれるんですよ、やっぱテレビ取材とか来ても。で、毎回同じこと答えるんですよ。めんどくさい、本当に。この動画見て知っとけって。そうなんでそんな上から目線なんですか。なんでそんな上から目線なんですか。なんでそんな上から目線なんですか。身長小さいくせにね、態度がでかいんでね、困ったもんですよ、本当に。話がそれるじゃないですか。はい、質問コーナー行きましょうか。質問コーナー。質問があったんですか。え。いや、よくある、よく聞かれる質問をね、答えていきたいと思います。はい、じゃあ行きますよ、はい。質問コーナーね。米子市にお住まいのハッシュタグ面白いおじさんさんからです。皆さんこんにちは。店長さんはなぜグラさんマスクなんですかっていう質問ですね。え、なぜか単純ですよ、これは。不細工だからです。ええ何その反応。いや、めっちゃ決めてるな。何その反応。いや、まあそれはまあもちろんなんですけど、それもちろんなんですけど、本当の理由ですね。あの、俺一滴も酒飲まないんですよ。そのこと人に言うと、本当に顔に似合わないねみたいな感じで言われるんですよ。
なんかあとまあ作品とかもね、可愛いもの作るじゃないですか。やっぱ顔に似合わずこんなもの作るんだってよく言われるんですよ。いや、顔じゃないでしょ。なるほど。作品がね、こう顔で印象が変わるの嫌なんですよ。言ってももうこのキャラクター出しちゃってるから、まあ、今更感はあるかもしれないけど、なんとも言えませんね。なんとも言えませんね。はい、まあ、だから、ちょっと印象がね、変わっちゃうじゃないですか、作品がね。それは良くないな。そうだったら隠してしまう。いや別にラファエル意識してるわけでもなく、あの仮面をね被ったりとかもするけど、別にラファエル意識してるわけではありません。フラみたいな。はい、違いますね。あの安木の面白いおじさんがね、子供に俺をラファエルだっていう嘘をついて教えてましたけど、ダメですよそれは。絶対この動画も見てるからね。ダメですよ。やめてくださいよ。ダメらしいです。はい。さあ次の質問いきましょうか。はい、安木から、いや安木にお住まいの、今度はハッシュタグひらがなで面白いおじさんさんからです。さやさんに質問です。はい、さやさんの特技は何ですか。いました。これよくある質問なの。え、いや、その人が個人的に、まあそうですね、そうですね、安木のにお住まいのひらがなでハッシュタグ面白いおじさんさん、はい、ないですね、あなたキャラクターがないんですよ。そう、キャラクターがないっていうキャラクターがあるかもしれませんけど、やっぱりここは何か特技を、ね、肥料じゃねえ、植物屋なんで。よし、はい、じゃあ次の質問いきましょう。松江市にお住まいの、ハッシュタグ面白いおばさんさんからです。はい、おばさん、面白いおばさんさんからですね。おばさん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 、はい、ボタって何？めっちゃ聞かれますね、これ。ボタって何？もうね、いい加減覚えて、みんな何回説明した俺。怒ってる。テレビでも言ってるよ、まあ、ラジオ出ても言われるし、何ですかボタ。定番でこれ、いい加減覚えてほしいよ。毎回毎回同じこと聞くじゃないよ、本当に。怒ってるわ。はい。まあボタって何って、まあうちボタデザインじゃないですか。ね、ボタニカルライフスタイルデザインの略です。いいですか。はい。ボタニカルライフスタイルデザイン。ボタニカルって何って今度聞かれるんですよ。めんどくせえ。ある。めんどくせえ。めんどくせえ。ボタニカルって何？植物のとかね。そういう意味があるんですけど、でボタニカルライフスタイルって何とか、植物のある暮らしですよ、植物のある暮らしですよ、覚えて、うちハッシュタグいつもつけてるじゃないですか。植物のある暮らし、まあね、暮らしの中にはこうおしゃれに植物取り込んでいきましょうよっていう、そういう意味を込めてこのお店の名前にしました。で、覚えられやすいようにボタニカルライフスタイルデザインって長いでしょ。長いでしょ。で、略してボタデザインで、まあ、みんなはね、ボタさんボタさんって言うけど、ね、酔いやすいでしょ。酔いやすい、酔いやすいでしょ、短くて。そう、そのためです。はい、なので、正式にはボタニカルライフスタイルデザイン、略してボタデザインということです。はい、もうみんな覚えました。はい、覚えたね。もう今後答えないからね、この質問。何って聞かれたら知りません。はい、何って聞かれたら、いや、なんとなくつけました。こっくりさんで決めましたみたいな。難しい。こっくりさんで、植物のある暮らしですよ。次の質問いきましょう。はい、出雲市にお住まいの、ハッシュタグ、次はひらがなで面白いおばさんさんからです。植物屋さんへのお祝いは何をしたらいいんですか。うちの、他の、まあ、どこにしてもそうじゃない、どこにしてもそうじゃない。俺ね、あの合銀さんね、まあ、取引あるんですけど、お祝い何したらいいって聞かれたことあるんですよ。で、普通だったらさ、お祝いって花とか植物送るでしょ。でも植物扱ってんじゃん。で、酒も飲まないでしょ。だから酒も送れないでしょ。うん、何したらいいって聞かれたことあるんですよ。なんて答えたんですか。いや、買い物してくれたらいいです。あー、なるほどね。買い物してくれたらそれでいいです。植物ね、買って誰かにプレゼントしてあげてください。みんな嬉しいじゃないですか。買い物してくれたら嬉しい、プレゼント、誰かにプレゼントしてあげた、もらった人は嬉しい、で、あげた人も嬉しい、みんなが嬉しいじゃないですか。
た人にね、植物プレゼントしてあげてください。グリーンの良さを共有しよう。そう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 、あ、そう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 、それでねこんなの撮ったんですよ。これ鳥取 SDGs パートナー賞15番の部分かな、見えてますか。陸の豊かさも守ろう、15番のところですね。これ15番ね、グリーンを増やして豊かに植物のある豊かな暮らしを進めていきたいと思います。アデリウムこれかっこいいでしょ、かっこいいでしょ。あ、そうコーデックスね、もっと入れようと思います。はい、ということでね、今日はそういう動画でした。そういう動画、いつもそれ言う、一周年で皆様ね、今後よろしくお願いいたします、ね、高評価とね、チャンネル登録ね、マジでお願いします。これお願いします。してください。千人の道は遠いですよ。わからん、これから人ってなるかもしれない。この動画がバズるかもしれない。バズるか、何でバズるか、何でバズるか分かんない。あ、そうだ、バズらせるんでしょ、締めるんでしょ、3位バズらせて、知名度上げて、はい、まあいつかは3位締めてやろう。3位締めてやろう。あ、なんかそんな感じだ、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。結構でしょ。そう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 、面白くない。曲がないとわからんわ。ダメだな。